よし来たぜ、弁慶釣りしよう、ゆったりと魚を待つ時間の何とも気持ちのいいことよ、どうだお前もそれがしと一緒に釣りに興じぬか、お願いします。釣れたぜ、うなぎやったぜ、来た、土壌釣れた、なんだナマズ来た、ニシキゴイ、ブラックバス、アカメ昔主釣りで散々苦労させられた主だったけどね、その時は。来た、チョウザメでかい、来た、やったぜ、大ナマズを釣り上げた。これでここは全部かな。この子結構釣るの大変だったわ、時間かかった。なんとも白熱した勝負だったわ。竿を通じて感じる生命の躍動感、それがしは己の生きる道を見つけたり、よかったね。今ここで釣れるやつは揃ったかな。よし、新しいの見ていこう。ブラックバス、その曲で水中を華麗に泳ぐ魚、釣り上げることにこそ意義がある。外来種だよねこの世界にもいるんだ。ナマズ、ヒゲが特徴的な夜行性の魚、ヌメヌメとした手触りがする、ヌルヌルだもんね表面。土壌、10本のヒゲが特徴的な魚、のそのそとマイペースに動く。土壌かわいいよね、昔ね飼ってた飼うの大変だったけど。うなぎ、体の表面がにるっとしているが調理すれば味は絶品美味しいね。赤目赤目には嫌な思い出しかないな。まあライバルだからね、主釣りの時の。その名の通り美しき赤い目を持つ、存在自体が珍重な白銀色の魚強かったぜ。錦鯉、体の文様が綺麗な鯉、観賞用として貴族に愛されている。綺麗だよね。それでチョウザメ、遥か古来より水中に生息し、上流階級が好んで食べる高級魚。チョウザメの卵がキャビアだっけ。食べたことないんだよねキャビア。大ナマズ、本所そこらのナマズとは大違い、大きな口で獲物を一飲みにする。君釣るのに結構時間かかった、君を探して 2,30 分は釣っていた気がするぞなかなか出てこなかったね。なんかね、あの魚影で大きいのが出てくるまで待って、なんかゆっくり泳いでる子が大ナマズらしいねみんななんか釣れない釣れないって似たような人たちがなんか知恵袋で書いてた釣れないです釣れないですみたいな。よしよし、じゃあ次のとこ行こう。あ、今次の釣り行く前にここに来た、なんだっけ、漁島原だっけのこの孤島にあるこれをゲット。じゃあ掘っていこう。もう多分サチは足りてるんだよね、これ以上上がらないから。あ、お日様出してしまった。こんにちは、ジョーワンコ久しぶりじゃねえか。海猫の親父、あの獲物をうまいこと料理してくれたかな。まああの親父にさばかれるなら魚も漁師も幸せ者よ。ワンコ、お前も俺の釣り様見ていくだろ。よし、やっていこう。熊の実、縦島巾着鯛、人で、タイ、ウツボ、マンボウ、赤ウミガメ、鬼糸巻きエイ。この子結構釣りにくかったな。ここら辺のオスかな。
オウムガイ。伊勢エビ。美味しそう。もう真っ赤だね。よしよし、これ揃ったかな。やめる。旅に戻るぜ。これであとはコカリのところかな。大量大量、これが海釣りの醍醐味よ。ありがとね。よしよし、じゃああっちに行こう。あ、ちょっと待った、これを見よう。今釣ったやつ。ここから人で貝などを食べる不思議な生き物、5本の腕で水中をスイスイ泳ぐ。ほほー、結構泳げるんだね。ウツボ、鋭い歯を持っている魚、食欲旺盛な海の暴れん坊。顔が怖いよね。すんごいふよふよ動いてる。青ウミガメ、あ、違った、赤ウミガメ。どっから青来た。硬い甲羅に覆われた生き物、動きは鈍いが生命力はたくましい。あれ、原作ではさ、浦島太郎を竜宮城に連れてってくれたのって神じゃない、亀だよね。青いやつだっけ、赤いやつなのかな、どっちだろう。マンボウ、ユニークな体型ととぼけた表情で見る者の心を癒してくれる魚。ほっぺ染めてんのかわいいな。フグとお揃いだね。オウムガイ、あ、伸びる。あ、なんかこれ見たらシーマン思い出した。なんか一番最初さ、シーマンのなんか卵みたいのをなんかオウムガイか何かに寄生させるよね。懐かしい。古来より海深くに生息する貝、生きた化石として見る人にロマンを与える。ほほー、めっちゃ触手みたいの出してくる。クマノミ、小さい体と独特の文様で人気者の魚、主に観賞用として育てられる。あ、なんだっけ、ファイティングにも、ファイティングじゃない、なんだっけ、前も注意された。前も訂正されたと、なんだっけ、ファイティングじゃなくてファウンティング、なんだっけ、ファンティング。もうわからないけれども、とにかくそれのやつかな。ここら辺は見たもんね。よしよし、あとここ、タイ、冠婚葬祭には欠かせない魚、食べてよし祀ってよしの占領役者。おめでたい時はよく使うよね。伊勢エビ、あ、ちょっとだけ足動かしてる。エビの中でも最高位のエビ、その鋭いヒゲは大物の貫禄を漂わす。大きい。お高いのかな。縦島巾着鯛、その美しき体の文様から食用よりも観賞用として重宝される魚。なんかさ、色が綺麗すぎるとさ、食欲湧かないよね、魚に。でも美味しいのかな。味は白身魚っぽいのかね。あとこれ、オニイトマキエイ、大きい。おおよそ魚らしくないフォルムで観賞用として寵愛されている魚。なんかどっかの水族館行った時になんか A のヒレを触らせてくれる、あの生きてるやつね、時になんか確かモモンジャとまだ結婚する前になんかデートで行って水族館に触らせてもらった記憶ある。すんごいビロビロで気持ちいいんだよね、柔らかくって。それを思い出した。ただなんか尻尾のところ結構毒持ってる絵が多いから、なんか尻尾は切ってあったりしてたね、危ないからって言って。さて、あとはここら辺か。よしよし、じゃあコカリのところ行こう。よし来たぜ、釣りしようぜ。こんなに寒い国でも魚たちはたくましく生きているんだね。やっぱり大自然はいろいろなことを教えてくれるな。もっともっと男として必要なことを教えてもらわなくちゃ。よし、やっていこうぜ。タコ、アンコウ、ハマチ、来たぜ。竜宮の使い、君結構釣るの大変だったな。よしよし、これで揃ったかな。やめて、これで多分揃ったような気がするが、
とか、すごいや、あんな大物が釣れるなんて。これで僕も一人前。いや、まだまだ頑張ろうね。あ、抜けてんな。なんだ、どこだ。あ、漁師マハラのカツオが抜けてるみたい。なんかもう一回釣りに行かなきゃ。さっき釣り忘れてたんだね。あ、じゃあそっち行って釣ってから魚図鑑は読もうかな。行ってくるね。来たぜ。君で最後じゃ。カツオ。よし、釣った。オッケー、これで揃ったかな。やめて。ありがとね。これで多分魚図鑑はコンプリートかな。よしよし、見てみよう。こっちは埋まってるね。ここから。あんこ、見た目はちょっとグロテスク、でも食べると意外にビビな魚。この子頭についてるからちょうちんあんこうかな。タコ、8本の足で水中を動き回る。口から墨を出して外敵を威嚇する。タカバはタコ焼きが大好きです。美味しいよね。でも最近タコも高いから。カツオ、海に住む獰猛の魚、身がしっかりしてお刺身でも食べれる。ふんふん、カツオのたたきとかあるよね。これ、リュウグウノツカイ。深海に住み、あまり人前に姿を現さない。伝承にあるリュウグウの使者と言われている。ふんふん、すごいさ、赤いヒレが長いやつだね。めっちゃ泳いでる。その赤いやつ取ったらウツボみたいな感じなのかな。深海魚だよね、基本的に。深海まではいかないのかな。これでじゃあコンプリートだね。よしよし、結構な時間がかかってしまった。2時間ぐらいかかってるかな、全部釣るのに。とりあえず今日はセーブしてまた次回にしようかな。次回はあれだね、はぐれ玉集めるのと、あといろんなとこ行ってイベントないか調べて。まだやってないことってまだあったっけ。そこまで行ったらあれだね、もうちょっと攻略を見て、取り逃しているところがないか見て、揃えよう、いろいろ。あ、あとお金食べないとね、ブレーコーだっけ、買って、あとなんかやり残してることあるかな。あ、踊ってる。こんにちは。やったやったやった。聞いてくれよ、ワンコ。俺、このところずっと仕事に打ち込んでたんだけど、久しぶりに会ったキクちゃんの方から告白してきてくれたんだよ。やったじゃないか。やっぱり男はどんと構えて自分の道を行かないとダメってこった。よかったね。まあでも元から両思いっぽかったから。あのかんざしにご利益があったのか知らないが、全く家宝は寝て待てとは言ったもんだぜ。とにかくこれでオイラたちも一安心だい。よかったね。やっぱり男はどんと構えて自分の道を行かないとダメってこった。おめでとう。あ、今ねお魚を売りに来たんだ。さっき釣ってたやつ、こっちね、買い取ってください。あ、なんかそういえばさ、誰かがコメントでさ、この道具屋さんの動きがなんか初代のバイオの動きっぽいよねみたいな。あのプレステの、プレステ1の時言ってたバイオの動きっぽいよねって言ってた。確かに同じカプコンだもんね。なんだか最近漁師マハラも平和に、お偉い方たちはいろいろと吸ったもんだやってるようだけど、私たち都に住むみんなが元気でいれば何も心配することはないよ。さあさあ今日も張り切って商売商売、買い取ってください。あ、なんか売ってる。なんかそういえばこれもさ、あのおハーブちゃんを調合したやつみたいな、全回復のやつみたいな。やっぱカプコンだから。こういう遊び心も入れてくるのかな。よしよし、売ろう、お魚を買ってください。メダカ300、ワカサギ、クマノミ、ヒトデ、結構釣ったよ。ザリガニ、カジ、ホタテ、カツノオトシゴ、タテジマ、キンチャクダイ、おしおし、アユ、ヤマメ、フグいっぱい釣ってる。フグはいつでもこっち見てるからな。で、トビウオ、ブラックバス、ウナギ、で、タイ、
貝いっぱい釣れたね。伊勢エビ、鮭、ナマズ、オウムガイ、意外と高い。で、イカ。で、伊藤、いっぱい釣ってる。で、滝太郎。はい。で、タコ。で、ニシキゴイ。アカメ。で、ウツボは一匹。カメも結構釣ってる。こんな乱獲しちゃって大丈夫かな？で、カツオ、ボウシャケ、ジョーズ、チョウザメ。チョウザメ高い。オオナマズ。マンボウ。結構お金になる。あ、足りるかもしれない。ハマチ。アンコウ。タチウオ。カジキマグロ。本マグロ。これで、リュウグウの使う。あ、ギリ足りない。あ、まだこれがある。あ、もう売ったっけ？あ、売ってたわ。あとなんかちょっとお金作って、じゃあブレイクを取りに行けるね。今日行っちゃうか。ちょっとお金貯めてくるね、じゃあ。師匠、やってきました。お金を貯めて。ほっほっほ、また来たのかな、可愛らしい狼さんや。もしかしてこの道場で武術を学びたいのかの？お願いします。はい、師匠、これ最後ですよね。よし。最後なのでお願いします。なんとお前さん、また稽古に挑むというのか。そうか、そこまで言うならば仕方がない。今度こそ手加減はせんぞ。うむむむむ、うおー、最後だから見ていこう。師匠、相変わらず首が回りますね。燃えている。よし、じゃあ師匠にお願いします。神業ブレイコーの極意。戦闘中に B を長く押し、敵に舐めた攻撃を食らわせるべし。さすれば妖怪の怨念が妖怪牙となってこぼれ落ちるなり。 B を押す長さでブレーとブレーコーは使い分けられる。己の気の向くまま敵を舐めに舐めるべし。長さで理解した。それでは貴様にこの技の指南書を授けよう。ありがとうございます。練習させてくれますか？お、やらせてくれる。これが、あ、まさか、これがブレイコー、あの B ちょい押しね。あ、違う、これがブレイで、おしっこをかける。今、ちょっとカメラ。これでなんと太いのを一本。あの技を手に入れた。梅太郎か誰かが使ってたね。ありがとうございました師匠、とんでもない技をありがとう。よしよし、使ってみよう。ほっほっほ、狼さんや、また遊びに来たのかな。じゃがここでお前さんに教えることはもうないわい。さあ外へ行って元気に遊んでおいで。ありがとうございました師匠、すべての技を伝授した。よしよし、使ってみようぜ。この辺にいなかった敵。こっちじゃ。よし、それでここに一本。よいしょ。どう？みんなくれた。痛い。あ、でも周りを散らすこともできるね。このなんかドクロを周りに回してるタイプのやつ。黒天の弱系は。これなんだっけ？よいしょ。いいよいいよ。すごくいいよ。最後に。あ、お花で見えなくなった。よしよし。これがあったら牙ももうちょっと集まったかな。ただもう使い道ないよね。今19本しかないけど。まあ一応取れる間は取っていこう。まだあの、ヤマトの中で変えられるかもしれないから。よし、じゃあ今日はここまでにしようかな。次回は、はぐれ玉集めかな。あとイベント、まだないか見てみて。それで、準備が整ったら、もうヤマトで最後だね。でも多分集めるのに時間かかるから、もう何回かは分けて収録するかもしれない。あ、アマテラスが寝た。ということで、じゃあ今日はここまでにします。じゃあもうちょっとで終わりだと思いますが、よろしければ最後までお付き合いくださいませ。またねー。
よし、今日もやっていくぞ。この間は、あ、これ読んでない。あ、ブレークをね、もらったね。ブリッと一本出しているが。動物図鑑、魚図鑑、骨董品図鑑は埋めたんだよね。で、あと、はぐれ玉だね。結構空いてるから、ここら辺集めていこう。順番に。あ、で、あと、これの、吹雪、読んでなかったね。筆調べ、十三分身が一つ。いて紙が司りし、筆技。いてつく氷に筆を置き、そこより対象に向かって線を引くとき、その筆跡、たちまち氷の道となりて、対象に氷を運ぶことができる。これこそが吹雪の筆技なり。吹雪のコツ、氷の塊の上に筆を置くと、青色の深淵があふれ出る。そこから筆を自由に走らせれば、吹雪の力が発揮されるじゃろう。近くへ筆を寄せれば、筆紙の導きですっと筆が吸い付くことも知っておくべし。ふんふん、ありがとうございます。これね、オッケー。よし、じゃあ回収に行こう。ブーシ、来たぜ。これだ。ドン。いただき、はぐれ玉。これがね、1個目。イザナギ靴の、ここだね。普通に見落としてた。普通に置いてある宝箱に入っていました。次行くぞ。ここ。神木村の櫓の下だね。宝箱が2個あったね。これ全然気づかなかった。あれ、どうやって取る？実践して。あ、落ちちゃった。どこ行った？どこ行った？アイテムは？これで、ここ。あ、ちょちょちょ。取れたか？取れてる？絶対取れてない。これを切って、ここでジャンプ。よし、いただき。やったぜ。あの上のも欲しい。あれを取りたい。これやって。あ、落ちてった。どっかに。あー！間に合った。B 玉。よしよし。いただいたぜ。次に行こう。ここ。スサノオのお家の裏側の島だね。ここ2個も光ってた。見てなかったね。よしよし。ドン。いただき。こっちも埋まってる。お宝かな？よしよし。ドン。あ、無限済み。ありがてえ。裏側はないかな。よし、オッケー。次行こう。これ。道場の裏だね。なんだっけ、信州平原の道場の裏側に、ここにあった。これじゃ。よーし、いただき。次、ここね、あがたの森の、泉ここの上に桃子の花あって、これで登る。そうすると、ありました。意外と見えてないね。結構取り逃してる。開いた。あ、ここね、ツタマキ遺跡の中だね。あの壁のところの奥が壊せたみたい。よいしょ。お宝とか取れるかな？あ、はぐれ玉ももらえた。よしよし。まだ何個か開くところがありそう。あ、ここ。ツタマキ遺跡の玉転がしたところだね。ここに桃子の花あった。ここに乗って降りたりない。こっちか。あと、あそこに咲かせられる。よしよし、いただき。あとは、あ、そういえばあそこ行ってなかったね。こっから届くか。あ、届いた。届いてない。あ、開いた。ここだね。ここ通って、こっちじゃ。
で、ここだ。これが掘れる。よしよし。いただき。次、ここだね。なんだっけ、ツタマキ遺跡の、このなんか滝のところの、ここの、奥に壺があって、これをドーンすると、どうだ？割れるか。これ。そしてここに隠してある。燃やしてしまった。燃えないで。ちょっと待って、こう。よし、いただき。次行くぞ。よし、次はここ。草薙村の、竹取爺のお家だね。ここに埋まっていた。よし、いただいていこう。よしよし。タケノコがこぼれそう。こらこらこら、そうやって何でもかんでも食ったら腹壊すぜ。絶対中身こぼれてるんだよな。次、ここ。伏せ姫のお屋敷の横だね。ここ掘っていこう。ドン。よし、いただき。さて次は、ここ。梶神宮の2階だね。これ取り逃してたね。全然忘れてた。これ風で消して。よし、いただき。これ。そして、あ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 れ。できてない、できてない。ああ、待て、諦めな。うん、ここにある。よし。はい。まだ。はい。そして、見えない。はい。そして、次。そして、いける。ちょっと待った。はい。そして、開いてる開いてる。こう。そして、やっと理解した。ここにこれで来れるのか。はい。そして、ここは、この上なの。下が見たい、下が見たい。合ってんの。もうカメラが。ここの下は本当にあの下？降りていいんだね。ここまで来るの結構大変だから。手を離す。よし、来た。いただき。ここ、こうやって来れたね。あっちからまだ道が続いてたみたい。よしよし。ふぅ、眺めがいいぜ。次は、ここ。この穴、前に、なんだっけ、ジョロウグモみたいな隠しボスみたいのが出たところだね。で、倒し終わって、これが出てくるんだけど、なんかね、ここを、一回くぐると、10回戦ぐらい敵が出てくるのかな？それをさらに10回繰り返すと、はぐれ玉がもらえるらしい。全然知らなかった。やっていこう。おらおら。もうバンバン倒してきた。よし、倒したぜ。これで、あれ、ここをもっかい通る。あと別の敵が出てくるんだね。さっきは赤と、緑か、だったけど、今度は木も出てくるみたいな。そんな感じで、今までの敵と戦っていくのかな。よし、倒したぜ。2回目。これで、多分途中で出ちゃうとダメらしい。連続で10回やらないと。敵もなんか微妙に強くなってるね。よし、倒したぜ。今回は金魚が出てきた。あと何回？あと6回ぐらいか？次、誰じゃ？うわあ、こいつだ。
苦手な。よし、倒したぜ。なんだかんだお金と牙が溜まっていく。次次、入れない、入れない。次誰？あ、青いやつが出てきた。よし、倒したぜ。次次。